の胸の炎は消えん。万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は道。オズバルド被告、無実を炎が消し止められた後、黒焦げになって、死因は火災によるショック。だが不可解。現場には火種となりうる痕跡はいず、つまり魔法でも。オズバルド被告、これは単なる偶然だ。我々はあらゆる手段で貴様以外に犯行。赤学王アレファンの皆において、被告を妻子殺しの罪で主言い残すことは。ハーベイ、俺から全てを奪った男、貴様を殺すぞ。必ずだ。フリジット監獄と極北の海に浮かぶこの孤島は、世の果てとも呼ばれる。一年を通し極寒の雪に閉ざされ、最寄りの東大陸へは大型船でも4日を要する。あれ、監獄には大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中で、この島から出した囚人は、それどころか極悪な環境のためここへ来たが、極寒にさらこの胸の炎が消えること。今日も冷える。あんたの手記さ。怖い顔すんなよ。あんた偉い学者だったな。タバコ何本になるか。嫌なら取り返してみるか。
返せよ。おい、頼む。何の騒ぎだ。こいつが。オズバルド。学者よ。喋れなければ自慢。貴様だけの栄誉だぞ。なん。たとえ目だ。オズバルドよ。どんな声で。囚人が助けを求めてから貴重な知見を。監視長、監視34人、監獄島の人間の行動、全ては手記には暗号を用い、5年をかけ必要な P、 一つ目は脱出路には監獄内の地下、監視の目が届かず外部に通じる、その構造を。二つ目は防具、地下道から先、椅子、防寒の備えなくては。三つ目は俺のみでは不確、内情に詳しい協力者を。島はかつて採掘が進み、この土地からは今でも隕石炭は発火せ、囚人たちに採掘さ。手を止めるな。さもなくばこ、おい、黙った。貴様らはつ、神に許しを、貴様らの命代わりに燃やされ。返事はどうした。監視長、いかなる環境で強制労働が、この間に
ピースは脱出する。ここはこの島の歴史、次の防寒着を、まずはそしてさ、ただもこの計画に、あとは時間の食堂は協力者を見つける。こいつとは組め。組めないな。待ちな。人のことをこそこそしろ。おっと。あんたを見てたぜ。何にも興味ない振り越えて。ああ、囚人や官、まるで統計だ。んなこと5年もく脱獄でも前者なら。だがさ、前者なら首を横に。ここじゃ長い。商品には自信。俺の計画に気づくと。それにうまく利用する。そうで、監獄島は監獄を脱出しても、そこで不定期にしま、必要な情報は、その記録簿は、だがに なるほどな。が、それと猿グツを、そっちは約束できる。計画は進んだ。オズバ、君の顔。労働の。
んた物欲しさ俺か。ここの客が欲しい。もちろんだが、ただでは渡さない。他の囚人も分かる。計画はこの暴漢にさえ。檻に戻る。オーズ君。まだだハーベイ。だが見ての通り。だがある方程式を持つ。理論上では炎である限り。なんとオズバルド、究極魔法学者たちの頂に。だが、労働の ここにいる囚人から。こいつは何も。地下道。ああ、詳しくは。図書室。囚人が言っていた。腕まめな奴がいたもの。囚人が書いた報告。監視室の近くか。地下道の構造は。檻に戻る時間。
ズバ、君の。行き詰まった。あらゆる可能性を検証した。究極の魔力たる子。最後の。この歯。相棒、待たせた。ついているね。いいか、食堂裏の骨が折れたが、査察団の船の、あとはいよいよだな。アスカ、待ちわびたぞ。よくたどり、今日はまだ荒れるぜ。さて、査察船船を迎える準備のその限られた時間に、まずは地下道の入り口、さすがだな。どう？ようやくあん。やれやれ、時間が惜しい。鍵の件は。水くせえな。さ、
行開始。はっ、破壊したぞ。炎よ、燃えろ。思考派不勉強。